皆さんこんにちは、まいのりです。ということで今回も、マップの少しね、解説みたいな感じのことをしながら、動画撮っていきたいと思います。で、場所は民家ですね。で、僕が使う、オペレーターはバックなんですけど、まあ、拠点を攻めるのは多分テルミットサッチャーあたりがしてくれると思うんで、まあ、場合にもよるけど、2階とかから攻めつつ、押していく感じでやりますか。で、前回か、まあ、その辺の動画でも、お話ししたんですけど、この解説動画はね、僕の、こう、攻め方、守り方を説明してる感じの動画になるので、参考程度に こういう攻め方もあるんだな、守り方もあるんだな、ぐらいで見てくれると嬉しいです。なるほどね。ちょっとシャワーあたり、まあオフィスでもいいか。ちょっとあえてオフィス行くかな。ディフューザーを確保した。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。このマップはね、とりあえず2階1階、まあ、地下とあるんですけど、とにかくね、窓はこれ2階からやってますね。ベッドから。なので一応牽制で。で、やっぱり予定通りあそこシャワー取るか。バルカメが厄介ではあるけど、下飛び出したね。あ、倒してくれた。ナイス。ちょっと拠点攻めがなかなかできそうにない感じか。いるね。これかなり厄介だな。あと3人。ナイス。味方が詰めて、なんか一斉の背って感じで詰めてくれてよかったね、今。ちょっと本当はね、理想は拠点攻めと遊撃潰しみたいな感じでできるとね、民家は強いんですけど、今回ちょっと拠点の人たちが飛び出しに結構やられちゃってたんで、もうゴリ押しかあったけど まあ民家はね、いろんなポジション変えながら攻めるのが無難かな。それかもうほんと一点をずっと、ロックする。まあどっちかかな。まあ今回守り方ということで、ちょっと地下なんだけどね。地下はね、もうほんと守りづらい。
そうね、ミラとかあると結構守りやすいような気もするけどさ。多分持ちつくのはきついんだよな、ここ。ちょっとこっち側だけ持ちつくか。盾がいる？遊撃はなしか。それ結構きついな。オフィスからの飛び出しとかあると結構楽なんですけど。置いとくか。サッチャーいるかもわかんないし。きついな。マガジンを変える。上開いたか。うわ、入ってた。味方が排除された。まあしょうがないよね。本当は遊撃がね、2人ぐらいでオフィスとかから飛び出しとかあると、うん、ちょっと守りやすいかなって感じではあるけど。今回もサッチャー火花が拠点攻めるなら、ちょっと遊撃潰し行きますか。爆弾を見つけろ。遊撃潰しもね、そう簡単にはいかないんだけど、まあやらないとね、拠点の人たちも結構大変になるんで。ドローンが爆弾を発見。なるほどね。あ、またスタン持ってきちゃったな。ほうほうほう。突入10秒前。やっぱりあのシャワーの方を取った方がいい気もするし。あ、でもオフィス取るか。フラグなら強いんだけど、下からフラグとか投げれるし。マジか。もうさすがにいないか。まだやってんの？飛び出そうとしてたね。やっぱりオフィス取るか。伏せてんね、多分。イレキュラーした。
3人だしね。やられたか。やべ、ドローンがない。これかなりきついな。無理です。弾切れ。さあ棒やっていきましょうか。あー抜けちゃったよ。まあだからさっき見てて分かったと思うんですけど、例えば、シャワー攻めてるときは作業の窓から、それをね倒しに来るし、作業を見てるときは、シャワーから飛び出して倒しに来るっていう、そういう風なマップなんで、それはねやられて覚えるしかないっちゃそうなんだけど、まあ今回言うとしたらシャワー見てるときは作業を警戒してください。で作業を見てるときは後ろのねシャワー側からの飛び出しに警戒してくださいっていうふうにしか言えないんだけど、ほんとそういう飛び出しマップなんで、そこキャッスルで閉めてもあんまり良くないな。あと10秒、有刺鉄線をセットした。待ってよ、一個はあれだな。敵部隊が爆弾を発見。敵に備えろ。一個補強されてないんだけど、これ大丈夫？やばいやん。これは結構積んだ感マックスじゃないですか。ちょっとここにいると敵に見つかるぞ。まあ、いるな。ナイス。うわマジかよ、もうタイミング悪い。もうちょっとリロードいいとこでやればよかったな。あマジか。1対2か。
ただキャッスルがもう瀕死だね。お？もしかしたら勝てるか？いやー、どんまい。まあちょっと参考になったかわからないんですけど、こういう感じでね、さっきだとオフィスで敵を見てる場合はロビーの方から入ってまあ倒しに来るとか、そういう予測を立ててね、居場所をバレたらそのそっちを倒しに来るところを逆に倒しに行くとまあちょっと上級テクニックかもしれないけど、結構ね遊撃いないと厳しいマップでもあるんで、まあ皆さんもねぜひ死んで覚えるような感じで民家は頑張って、マップいろいろこれからね、民家の解説動画もどんどん撮っていきたいと思うんで、こんな感じで、まあ、今回1回目ということでね、民家、参考になったら嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。